では2本目の運動に入ります。皆さん鎖骨ってわかります？ほらもうないよ。鎖骨に両手をちょっと当ててみます。ちょっと鎖骨感じてみて、左右に動かす。肩の方まで行ったり、こう胸の前まで行ったりして、はい、そしたらその鎖骨を少し前の方に動かす。体の前の方に、じゃあ早くコピーしてきて。今度私が鎖骨を引っ張ってみる。そうです。で戻し。でまた背もたれから必ず離れてください。背もたれに横がってしまうとその運動全部元の動きになっちゃいます。ですから前後にちょっと動かします。そんな感じ。そしたら今度は真ん前じゃなくて右の太ももの膝を見るよ。そのようにして前下の方に倒していく。で持ち上げて、でそれちょっと2、3回繰り返してみます。両手を鎖骨につけておいてください。はい。もう一回、はい、じゃあまた戻って一回休みます。手を離して、はい、そしたら、右の腕と左の腕を交互に天井の方に持ち上げてみて。最初と何か変化が起きます。はい、わかります。じゃあ次です。今度は、また鎖骨に両手を当てて、今度は左の膝、太ももを見るように下の方に曲げて、はい、で持ち上げて、はい、繰り返して、はい、もしもできるならと。鎖骨に当てて左の膝をに頭を近づけて、背中曲げて、背中曲げて、繰り返しましょう。そうなんですよね。もう一回いきましょう。で楽な範囲でゆっくりと、決してストレッチしない。これやるときには呼吸はどうするんですか？呼吸は自然な呼吸に任せてください。吸うとか吐くとか、それはいいんですか？多分吐くことになるとは思いますけど、はい、十分でしょう。じゃあもう一回左腕と右腕交互に持ち上げてみて、何か変化があるかどうか。はい、じゃあこれで2つ目の運動終わります。